お疲れ様でございます。私今ね、51でもうすぐ52になるわけですけども、そうなるとね、年金の繰り上げ受給、その資格が60歳、つまり10年以内に私ね、年金を受け取れるんですよね。まあそう考えたときに、年金っていうのは、繰り上げて60歳からもらった方がいいのか、何もせずに65歳から受け取るのか、繰り下げて70歳ぐらいを目処にするのか、もちろん1年刻みでそれができるんで、 60、65、70というふうにね、5年区切りでお話しするばかりではないんですけども、でも私はね、繰り上げであっても、1日も早く受給した方が得だと思いますね。うん、例えばね、私がね、今、60歳で繰り上げ受給すると、毎月7万円前後受け取ることになると思うんですよ。年間で100万いかない程度ですね。で、 8万円受け取ろうと思うと、これは65歳ぐらいになるんですよね。つまり、普通の年齢で受け取るみたいなところですね。繰り上げも繰り下げもせずに。まあ、そうなると年間100万なんですけども、実際繰り上げて7万であろうとも、84万ですかね。これが毎年入って10年間で840万入るわけですよ。で、まあ10年間だとね840万なんですけども、 5年間だったら420万か420万が果たして65歳から受け取って間に合うのかっていう点ですよね、まあ、いずれにしてもお金っていうのは将来手に入るよりも今手に入らなければ勝負になりませんからねただし余剰資金となる場合は別です基本的には 年金っていうのは繰り上げだろうとなんだろうと一日でも早く受け取った方が絶対にお得だと思いますね絶対にそうするべきだと思いますしかし収入がずっとあってね年金を繰り上げ受給してもそれがそのまま余剰資金になるんだったら受け取らない方がいいかなと例えば65歳で受け取ると5年間の金融商品を年利0.8%で買ったような状態になるんですよそうなると おそらく5年間で4%の金利がつくっていうふうな考え方ができるのかなと思うんですよ。でもうちょっと余裕があったら70歳から受け取る。そうなると60歳で受け取ったと仮定すると8%の金利がつくっていうふうな考え方ができるんですよね。ちょっとぐちゃぐちゃっとややこしいよって言われる方がいるかもしれませんけども年金ってね1年 早く受け取ると0.8%。一年遅く受け取ると0.8%。つまり年間で0.8%の差がつくっていうふうに考えると、まあバランスするのかなと思うんですよ。まあその時にね、うん、やっぱ多くの方が気になるのは、いつ死ぬかわからないっていうとこだと思います。で、下手に長生きしちゃうと、早めに受け取った安い年金を90歳、100歳でもやっていかなくちゃいけないからきついよって話なんですけども、 まあこれはそんなに気にしなくてもいいのかなと思いますね。うんまあ、というのがね受け取るのを後ろ倒し後ろ倒しにしてなるべく多く受け取ろうと思っていても受け取る年数そのものが少なくなると受け取る総額っていうのは繰り下げた方がやっぱりね損するんですよ。繰り上げていくことだと思いますね。でそもそもいつ死ぬかなんて分かりませんからね。うん、で やっぱり年齢が若いうちにお金があった方がそのお金を生かせるんですよ増やす可能性もあると思いますしそのお金を思い出に変えることもできますしかしね年齢を重ねれば重ねるほど健康で元気でいる可能性は低いですしお金が仮にあってもそれは生きていくためのお金なのかそれとも人生を楽しむためのお金なのかってことを考えたら果たして人生を楽しむお金になるのかなっていうようなところはね ちょっと大いに疑問ですの、ねうんまあ、で再度言いますけども60歳から受け取れるなら繰り上げ受給しても私は早く受け取った方がいいのかなと思いますねまあお金に関してもしたら何でもそうですけどもね早く受け取るんだったら早く受け取った方がいいし支払いは伸ばせるんだったらギリギリまで伸ばした方がいいし、まあ、これが基本原因じゃないかなと思います皆さんはどのようにお感じでしょうかそれでは